松田学です。この日本のちょっと時事問題についてですね、この番組でも登場していただいたことのある論客の2人をお招きしまして、いろんな議論をしてみたいと思っております。今回は徳島文理大学の教授のですね、八田和夫先生とですね、それから文芸評論家でいらっしゃるんですが、時事問題いつもご発言いただいてます小川栄太郎さんと2人にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっともう参院選も終わって少し日が経ちましたけれども、本質的な、なんか日本をどうするかっていう議論がなくて、争点もあまりなくてですね、でそもそもいろんな問題の背景にあるのは、日本の国力がこう、なんて言いますか、平成の30年で世界の中のガクンと落ちたと、それをどうするかっていう議論が全然なかったっていうのは、私も一体何を国民が選択しようとしているのかよく分かんないような選挙でしたが、まず八田先生といかがですか。はい、いやこれね、私ね、この頃はい、こういう物言いをすると、はい、怒られるかなと思いつつ2つのことを言ってましてね、はい、1つは平成の日本人は平成の中国人よりはるかに劣っていると。平成の中国人は世界一、日本人は世界最低と言ってるんですよ。なぜかというとね、GDP で言って平成の30年間に中国は 33.6 倍になったんですよ。でそれに対して日本はね 1.6 倍なんですよ。で韓国が5倍、アメリカが 3.5 倍で、ヨーロッパでも大体 2. 点何倍なんですね、はい、で世界で一番経済成長率が低かった国っていうのは、普通に考えるとね、世界最低なん で, でだから要するに我々の今の生活とかそういうのは、昭和の人たち時代の頑張りによってもたらされているものであって、平成について言うと食いつぶしただけと、で我々の世代は本当に総参にしないといかんのじゃないかなと、これが一つ、はい、でその一方でね、平均寿命はその他の国と、ほぼ同じペースで伸びてるんですね。平成の一番最初の時に世界一だったんですが、はい、今2位です。1位が香港です、はい、でも、主要国のうちでは1位ですね。でこれがね、フランスより2歳、ドイツイギリスより4歳、それからアメリカより6歳、中国より8歳、はい、長いんですよ。なるほど。でね、最近老後2000万足らないとか言ってますよね。当たり前だと。世界で一番長生きしたら金足らなくなるのは当たり前だろうと。はい、しかも経済が一番伸びてないわけですよ。そうそんなことをね、だから経済を伸ばすか、寿命をちょっと短くするかしなきゃ計算が合わないのは当たり前だろうと、と言って、っていうのは2000万の問題が出るまではあんまりそういう乱暴な議論すると怒られたのと、私自身がねやっぱり年取っていったんで、昔から思ってるんだけど、平均寿命ってもうちょっと短くていいんじゃないと、とか言うものなら、お前は年寄りよとか言われるんだけど、自分が年寄りになったんで、もう言われる心配がなくなったんでね、ようやく言えるようになって、これからどんどん言っていこうと思ってます。なるほど。小川さんいかがですか。安倍政権というのはちゃんと課題に応えているかどうかという問題もあると思うんですけどね、そうですよね。選挙のたびにね、本来争点におそらく安倍さん自身がしたいと思っていること自体を、いろんな事情や党の事情で毎回争点にしないんだよね。例えば、前回の衆議院選の時もですね、安倍総理自身はその2つの国難と言ったんですよね。1つは人口減少、この少子化の問題と、それこれ国難という表現まで使ったんですよ、その時ね。それからもう1つが北朝鮮、大きく言って安全保障でしょ、それをその安倍総理自身は争点を国難に置こうとしていただろうとは思いますけれども、現実には全く争点にならないし、それは与党も含め安倍さんも含め、結局は選挙戦術としては取らなかったんですね。でも今回だって憲法は争点になると選挙前ずっと安倍さんにおっしゃってたけど、実際には全くそれは事実上は封印状態で、結局その毎回国民が何を選択していいんでしょうかっていうことに対して、私はやはり選挙戦術っていうのはもうリアルポリティクスは重要なのはよく分かった上で、あえて言うんだけどね、やはり国民に対してもっと
あの真面目にカード突きつけない政治を続けたら、あの今の八幡さんの話もそうなんだけどね、まあこれ論壇もね、八幡さんのこの定義ってこれ本質論ですよ。でもこういうのはね、極物的にちょっと触れると怖いみたいな。だけど論壇が怖がると政治家は10倍100倍怖がるんだ。あ、そうですね、っていうふうにみんなが一番我々が直面している大問題からそれぞれにみんな逃げてるから、あのこういう問題がどんどん先送りになっていくんじゃないかな。その通りですね、まあ、最近は MMT、 あの現代貨幣理論が出てきたりしてですね、なんかあのいろんな論壇のあれ見てもですね、まあ、リフレ派が出たり、MMT が出たり、なんかお金をばらまくなりなんなりすると解決するようなですね、安易な議論が横行してるんですけど、でもどうもそれ本質じゃないような気がするんですけど、いかがですかね。まあ、それね、あの私はだから1978年から80年のところで日本はね、その都中国は天国と地獄の道をそれぞれ取ったと、で、両方とも大平正義さんが真ん中にいて、1978年に小平で、副首相が日本へやってって、中国の要人として初めての来日だった、はい、その時に大平さんと話して、その大平さんからまあ、東小平は改革開放をやりたいと思うんだけどどう思うかと、それに対して大平さんからはよろしいんじゃないかと、手順なんですと、問題は手順さえきちんとやっていったかないとダメですと。手順ですか。手順で日本も経済生産方式から高度経済成長、その辺をこういう手順をやっていって成功したと。でそれを成功したら中国は所得倍増計画を2回できると思うと、つまり4倍にできるだろうと20年 で、それ聞いて喜んだ小平がかえって、改革開放を大きな声で言い出したと、でそこからの、ね、中国というのはもうミクロ経済政策もなんかすごい、産業育成政策なんか、それから社会構造で経済的合理性のないやつは潰していって、ずっとやっててんですね。で日本の方は大平さんが例のその消費、一般消費税を通ったのが1980年ですよ、そうですね、でこれで、まあ、うまくいかずに、その大平さん亡くなって、でその後これは無理だというので行政改革やるとか、行政改革やりゃね、その増税しなくてもいいとか、はい、わけのわからんことを言って、で中曽根行政ですね。でそれから結局世界的に見ればとても奇抜なマクロ経済政策を奇抜延々とやってるんですよ、でだから私はその景気の波をねうまく調整するとか、その波に乗るとかっていう効果はマクロ経済政策があるけれども、それは経済そのものを強くする効果なんてありもしないんで、やっぱりその産業政策もそうだし教育政策もそうだし、日本の経済力そのものをね、だからそれはまさにあの例のアベノミクス第三の矢っていうやつに当てはまるんだけど、ここをちゃんとやらない限り、ダメだっていうのが、ここもその平成の30年、さらにそれに先立つ10年ね、サボってきたことの結果はこれで、一つ言うと、典型的に言うと、要するに今世界、日本は世界で一番 IT 技術者が不足している国で、需要の10分の1しかいないと言われてですね、でところが相変わらず日本ではその医学部にみんな行くと。そうですね、なんていうで、その結果どうなってるかっていうと、その平均寿命ばっかりどんどこどんどこ伸びて、だから GDP 伸びずに平均寿命長くなりゃ、惨めな老後を過ごすしか方法は全くありえないんですね、でだからもうそこから間違ってるんでね、例えばそういう、だから何も産業政策だけやってんじゃなしに、教育でも医学部の偏差値がドカンと落ちて、IT 関係がドカンと上がるようにならないとダメなんですけどね。あの小川さん、アベノミクス3本の矢って言われて、1本目の矢はこう異次元の金融緩和で、まさにお金の話をやったんですが、2本目は本当にやってるのかどうか、機動的な財政政策と言いながらですね、よく分かんないんですが、3本目がまだ動いてないっていう感じがしますが、いかがですか。でももうまだって言ったってね、7年だから、そうなんですよね。だから結局は、その
まさにね、その中身を先ほどね八田さんおっしゃったので言うとね、そのじゃあこの行革をするとね増税しなくて済むと、うん、で土豪さんが目指しを食べてみせましたとかね、例えばね、はい、いうふうにその後も平成もその改革という名前をつけていろんなことが出てくるんだけど、はいはい、実はゴールが全く見えない改革ばっかりなわけですよ。例えば政治改革をして選挙制度を変えると一体日本の政治はどうなるんですかと、うん、漠然と二大政党制になるって言ったけど、ね、実際には全然それ関係なかった。つまり政治が堕落すれば二大政党も減ったくりもないわけで、実際堕落したわけですよ。そうこういうふうに一個一個がそのこういう目標のためにこれをやるので、それを国民に信を問いますとかね、あるいは論壇で揉んでくださいとかね、そういうそのこう論壇やアカデミズムと政界官界とのこの回転がほとんどないんですね。でアベノミクスというのは要するに日銀の金融政策が、はい、非常に日本経済を低迷させていたと、これは私もそう思います、はい、で非常に幅広い人たちがそれを指摘したけど、まあ、白川前総裁がやらなかったと、はい、でこれは安倍さんの決断であって、私はだからそこは非常に高く評価します、うん、何しろ客観的にこれだけ低迷してたものが、うん、とりあえずここまで6年間あの復活したわけですね、うん、ところがその余力のある中でやはりその第三の矢という部分でね、はい、でこれがどうしてここまでその機能しないのか、で例えばの話、その、まあ、2つの主導があるわけですよ。一つは、まあ、岩田さんがご出身のそれこそ経産省で、経産省主導内閣と言われているわけです。しかし、そうですね、私から見るとそのそれが主導していることの意味が見えてこない。そうですね、うん、からもう一つはその例えば産業競争力会議のようなですね、うん、その骨太の方針を小泉さんから出して安倍さんも復活させていると。でここで要するに予算配分をその各省庁よりも先に政権が取るというのは、その大きな構造としてはね評価できるけれども、そこでじゃあ何を やるし、それはどういう議論が詰めて成果はどうなっているのかというのが、結局その論壇のその議論を還元しないし、今おっしゃったような IT だけじゃなく、例えばこの6年見たって家電業界はさらに落ち続け、さらに流出が続いていることを全く事実上はやっぱり防げなかったわけですよね、はいはい、まあ、だからねそこで言うとね、うん、この間ね孫正義がノムヒョンとこ行ってね、うん、ムンジェインとこ行って、まあ、要するにそのその IT 絡みのところっていうのを前、要するにあのインターネットの、ね、整備かなんかを提唱したけど、これからはそういうさらに IT 社会の徹底みたいな、ね、ものをその今度やりなさいと。これは要するに社会全体を新しいものにしていかないとダメですよと、うん、でそのことによって産業も経済も活性化するんですと。だから孫さんなかなかいいことやって言ってんですよ。でそれをねぜひね、あの孫さんも安倍さんのとこ行って言ってほしいところがあるんだけれども、うんうん、ところがなんでそれがいかないかっていうとね、そのマクロ経済政策は個々の誰が得する損するっていう問題じゃないから、いかんようなこと言えるんですよ、うん、ところがね、やっぱ部門別のところにあるとそこへ既得権益がありね、うん、でだからそこが、まあうん、典型的なのがあの森友のっていうか、うん、あの 家計学園問題ですよ、うんうん、で要するに獣医学校をね学部を一つ増やすだけでね、そんなことを政治が介入するのはけしからんということでしょ。それで獣医学部を一つ増やすだけであんなことになるんだから、ましてねその医学部どうするのね、その情報系どうするのとかね、うん、学校教育制度を変えるといったらどんなことになるか、うんうん、だからまさにあの家計問題で、うん、その前川さんは私は非常に大きな功績は、うん、要するに実はその日本を前向きに変えようと思うと、あの文部科学省と、はい、マスコミと、はい、学会と、はい、これだけがその一緒になって、うん、日本を改革は絶対
させないと言って立ち上がると、うん、でさらに前川さん今度は越石さんと山梨ってこんなことやってて、はい、だからあの日教組と戦ってるのかと思ったら実は慣れ合ってたっていうのを絵に見せてくれてるんでね。でこんなあの前川さんとってもいいことを世の中に宣伝してくれてて意外な功績者じゃないかと思ってるんだけど、もう本当にあのそんなね学部を一つ作るなんて総理がね、獣医学部を5つぐらい作ったらいいじゃないのって言ったらパッとできなきゃダメなんですよ。あの総理は私が国会にいた時もいつも新しい国づくりとおっしゃってるんですけど、うん、何なんですかって言っても、まあ、もちろん明確なことはなかったんですが、新しい国づくりと言ってるんであれば、それはどういう、うん、何を伸ばして何を諦めてもらってどういうふうな国になるんだっていうぐらい示さないと、示したことにならないと思うんですが、小川さんいかがですか。そうですよね。だから、そのどうしてもですね、こう外交安全保障がご本人のやはり一番のプロフェッショナルなところで、そこは非常にきめ細やかでかつ完全に主導してますね。どう見てもそのブレインはいるんだけど、八千さんをはじめやはり安倍さん自身が主導してますよ。だけども内政においてはですね、その方針を示すだけども、その方針を埋めるだけのその人材を率直に言って揃えられなかったということは、この6年間否めないと私は思ってるんです。人材揃えられなかった、うん、だって例えば産業、例えばじゃあ産業競争力会議、うん、あるいは国家戦略特区ありますね、はいはい、であの今八千さんがおっしゃったように、まあ、これは私もね非常に詳細に調べて本人もしましたから、はい、もう実感してますけども、うん、その国家戦略特区というのは実際は、はい、その官邸や総理大臣が議長になって、はい、そしてあのこの規制はおかしいでしょと、はい、で説明責任を果たせないならば、うん、もう首相官邸主導で動かしますよと、ね、いうことは制度的に決まっていてさえ、それを法律で決めたのがあの仕組みですからね。それを決めてさえですよそのしかも意向があったかなかったかだけ で、違法があったといささかも報道されていないのに、まあ、大騒ぎを演じられると、で政権は実際大いに体力を消耗しますよね。それをさらにやっぱり突破するためには、その単なる優秀なこう人材というのを超えたね、この大きな流れを作れるだけの、でまた先ほどね八千さんがおっしゃったその大平さんの名前が出てきましたけども、そのなんていうかな、安倍さんの中にはその外交安全保障においてそういうことをやっていく、例えば指摘諮問機関でもあるいはそれの官邸でも、はい、というのは非常にこうビジョンが明らかにあるんだけどね、うん、内政においてその当時大平さんが示していたようなものはやはりもう一人いないとね、うん、っていうのがやっぱりね、だから実次に安倍政治を継承する人あるいに今からもう準備をしてもらわないと、うん、あの現実にこう絵に描いた餅の状態、例えば方針がいくら方針を示したって具体的なプロセスで全部この利権が絡みその人が絡んでくると確実に骨抜きになって最後はもうすっからかになって終わってしまう、継承できるだからね、その総理でいうとね、その平成の30年の中で若干やったのは、はい、大内内閣の坂井屋さんなんですね。そう、それは確かに。だからあの私はだから小泉内閣ができなくて、というかあの大内内閣が、大内さんもうちょっと生きてたら日本はもしかすると救われたかもしれないと思ってるのは、うん、はい、まさにそのミクロのところの問題というのを、うん、その、まあ、マクロのことは宮沢さんにね、はい、元総理をね、はい、副総理に、しね、そうですね、でそれから一方で、ミクロのところは酒屋さんがやるというたいことを一瞬だけやろうとしたんですね、うんうんうん、ところがそれがその小泉さんが出てきて、はい、そんなものいらんと、うん、その自由化すればいいんだと竹中さんの時代があって、はいはい、全部潰してしまったんだからね、そのミクロで採用したのがね、はいはい、その酒屋さんから、うん、その竹中さんになったってね、はいはい、この差がもう完全なベクトルが正反対だったんですよね、うん、だからね、あの時にね、酒屋さんがね、その小泉内閣になったばっかりの時にね、うん、その、ま、何あの別れと飯食ってたら、はい、おい、
その八幡君、森内閣ってどこが悪かったんだと君思うって言うんですよ、はいはいはい、でね、要するにね、森さんほどね、はい、その IT 社会の到来に、合わせてね、日本を変えなきゃいかんっていう、イットって言ったって、ね、そうそう、まあ、イットって言ったかもしれないけどね、そこをね、応援してくれた人ってないんだよねと、そうそう、それをね、なんであんな爆発扱いするの、これ、ね、さっぱり分かんないと、うん、とおっしゃったことある。いや、正論、正論。ね、で、なんでそこ、まあ、そこはだから小泉さんがのどこがいいんだと、うん、なると本当にね、そこですよ、うん、そうだから、まあ、橋本龍太郎さんには功罪ありますけども、うん、しかしやはり小渕、橋本、森の、はい、このね、あの路線を、ここでの骨太の路線を継続していると全く違ったんですが、やっぱりそうですよね、うん、やっぱりあの小泉さんって何をしたのかなっていうのは実は私もよく分かってないんですけどね。小泉さんの功績っていうのはほとんど唯一なのは、不良債権処理、まあそれもありました、まあ、最後にね、あれをまあ、あのもう時が来たんだからやれたんだけれども、まあ小泉さんじゃなかったら1年に、ね、遅れたかもしれないですね、うんうん、まあやり方もいろいろ違いがありましたけどね、まあ、直接消費表現、間接消費表現、まあデフレ加速した面もあったかもしれません、だからそれはありましたよ ね、その小渕内閣で何をやろうかと思ったら、要するにこれまで山の中の道ばっかりやってるのをやめて高速道路を作ろうということにしたはずなんですよ。ところが小泉内閣になったら山の中の道は作るけど、小泉の高速道路はやめることになっちゃったんですね。でだから無駄な公共投資の塊をそれから日本は延々とやってね、肝心なことはやらないと。だからあの小渕内閣 の公共事業配分を変えるというのはやっと小渕内閣でやれたんですね。だからね、その辺がね、要するに今のね、あの違う意見の人もいるけど、国土強靭化なんて、はい、無駄な事業でも何でもやりゃいいって言ってるだけの話に私は近いと思ってるんですけどね。まあ、なんかハード、まずはハードだ。いやいや、またハードなら何だっていいっていうね、話じゃないでしょと。でだからそこは、要するに、もう単純に将来見返りのある公共事業はいくらやったっていいし、その見返りがない国有公共事業はやればやるほど悪なんでやってね、まあ、若干もちろんマクロ経済上の効果はあるけど、やりゃいいもんじゃないだろうと、そうですね、どうもあの議論見てると、とにかく業格をやれば答えが出るだとかですね、それから市場に任せれば答えが出るんだと、どうも財政支出をやればこう、ね、答えが出るんだと、そんなはずであるんですか、いつもそうなんです。だから今 その国土強靭化については、私自身はそこまで詳細に知らないんでコメントしませんけど、例えばその、あれは細川さんの時に日米構造協議でね、海部細川あたりでねじ込まれてから公共事業投資何兆円もやるでしょ、はい、その時も結局箱物を作るっていうこと自体が自己目的化するわけですよね、でこれ本当にその時に発注受けた業者は潤うけど、全くその後経済効果がないこと、そうですね、で今に至るまでこのどういうふうに、つまりミクロを詰めていくっていう論争がね、本当に乏しい。今でも結局は、いや増税だ、いや反対だとかですね、その要するにもうリフレだとかって言って新しい理論が出てくると、今度はまたそこでバトルが始まるみたいな話 で、具体的に本当にこの国を強くするためには、この産業にこういうふうに集中投資をしたり、あるいは現実にここが非常に弱っているというような議論がね、はい、で論壇がここまでそういう議論しないとどうなるかというと、結局は霞が関の中での論理と官邸の論理の独裁になるし、ね、野党がここまで弱いともう国会は全く意味ないわけですから、おっしゃる通りですね、いや私ある某チャンネル桜っていう番組で経済討論って出たら、まあ、日本経済これからどうなるんだっていうテーマがあったんで、私は
私なりに日本経済の問題は財政の問題じゃなくてですね、なぜこの国力がここまで衰退した根本に遡ってっていうことを言おうと思ったら、全部消費税今度どうするかの議論ばっかりになっちゃうで、消費税賛成か反あので反賛成派が一人いたらみんなでそれボコボコ叩くって、うん、それで終わっちゃったんですね。こんなことばっかり議論してマクロ経済マクロ経済政策っていうのはね、どうしたら株が儲かるかっていう話と同じでね、はい、俺の株式理論は正しいというのを否定はできないんでね、素人でもいくらだってなものは議論できるんで、でやるんだけど、本当にやるべきなのはそうじゃないし、中国はそこのところ主要とこが主要機の戸籍だと思うけれども、本当にしっかりしたから今の成功があるんでね、要するにね、そのいわゆるリフレ派的な議論に意味があったのは、日銀の金融政策がそのあまりにも特殊だった時ですよ、ちょうど他の国が緩和している時に、そうだからそれは白川時代、あるいはそこまでの、やはりそのまさに金融としての投資の仕方を完全に間違えたということに対しては有効で、こういう、それは何しろマクロなんですから、だから非常に大きな議論として、ベクトルが違うでしょうというのは私は理解できます。ただ今次のプロセスをもう4年も5年も結局踏んでないままね、でここまで経済の問題を放置しといて、その消費税という言葉を聞くだけでですね、今度条件反射が起きて、もうパブロフの犬みたいな状態になるわけでしょ。でこれがね、安倍総理の支持者と私はね、消費増税をこう本能的に絶対反対っていう人が重なっていること自体も、やはりこの政権の今、足かせになっているところね、逆に足かせになっている、まあ、非常におかしいなのはね、世界的に見てね、いわゆる保守側の人っていうのはね、その意味なくばらまき財政やるっていうのは、おしなべて反対ですよね、絶対反対ですね。ところが日本だけはね、いわゆるまあその保守派と言われる人がね、なんかばらまきたがってしょうがないんでね、異常ですよ、これ。そうだから、そういう議論 の例えば今のタイミングどうかって言ったら、私今のタイミングについて、まあ、八幡さんとここ意見違うかもしれないけども、今年は非常にやはり危険な時期に来ているとは思っています。それから安倍政権が2度増税をね、するべきかどうかも問題があると思ってます。ただこれはもう別にね、ボコボコにするとかっていうね、ノックアウトしてなんとかとか論破とかっていう話じゃないんで、そう、完全にその時期やなんかも含めて、あと将来設計の中で直間比率の問題も、だいたい直間比率みたいな議論もね、ためにする議論しかほとんど起きないんだよね。で、まあ何も EU 基準でその 20% から 25% が消費税の方がいいかどうかっていう議論、いろいろありますけれども、じゃあ逆にね、所得税をね、今どの層から取るんですかと。だって法人税下げるんでしょ、法人税はもう下げなければ国際競争に勝てないと。で法人税を下げておいて、で所得税は限界ですよ、所得税はこれより金持ちから取りようがないし、だって今だって限界まで取ってて、で中産階級はこれ以上取ったら本当の打撃、そしたらみんなが消費でコントロールできる消費税以外、今のところやはり税制を安定させる手段がないというのは、私の見た見方ではそうなります。まあ、ね、要するに一番分かりやすく言えばね、消費税をなんで上げなければならないかというと、長期的な税収構造の安定を図るためなんですね。そうですね。で短期的な問題だったら、なんなら一番分かりやすく言えば、消費税は上げるけれども、それ以上の財政支出をするから、だから、いや、景気が悪かったらすぐ財政支出をして、取ったよりたくさん出すから、それで効果が、マイナスの効果になるというのはありえないんですよ。私は本当はですね、本当はその積極財政派と緊縮財政が議論するんであれば、消費税の問題はもう今回は決着してるんで、その次どうするかと。でその時に、まあ、継続的に公共事業でも何でもいいも事業であれば、国債発行してもやるのか、やっぱり締めていくのかというあたりを議論してほしいんですよね。でさっきの公共事業の話も、まあ、実際本当は日本がやらなければならない事業ってたくさんあるんですけども、それがきちんと掘り起こされてないっていうのがありますよね。でそれで
計画がないっていうかですね、うん、でその時 の,、まあ、あのマクロ経済政策の手段として公共事業をやるんじゃなくて、こういう国を作るからっていう長期計画の中でですね、うん、でその辺が示されてないっていうのが大きな問題じゃないですか、ね。まあ、さらにね、例えばね、国土強靭化のためっていうならね、はい、ただ一番わかりやすいからよく言うんだけど、はい、まあ、小学校が耐震構造をやらないかんって、もう今やったな、いっちゃったんだけど、本来だったらあの時に、だから過疎地っていうか、まあ、地方の小学校は、大体5つを1つにすると、うん、でその代わりに、その高台にとか、地盤のいいところにしっかりしたものを作ると、これやったらね、その何重にも何重にもメリットがあるわけですよ。ですね、ところが、今ある小学校全部ね、わけのわからんね、その補強工事やってね、こんなものは社会負債ですよ。うんうん、でそれからその津波が来るって言ったって、はい、だからどっかへ高台へ、その少なくとも病院だとか、うん、小学校だとか、うん、すぐ自分の力で逃げられない人は移っちゃいいんだけど、うん、今津波が来るところでちょろっとね、うん、その堤防ちょろっと高くするとか何やってんだと、うん、これは社会負債。審査の負債が残すということですね。それで、まあ、こうやって平成の次に令和に入ったんですが、まあ、これから令和の時代の日本ってどういうふうにしていったらいいのかっていうのあたりをちょっと小川さんいかがですか。そうですね、やはり抽象的な議論をしている余裕がもうない国なんだということだと思いますね。はいはい、つまりまず人口問題は、はい、現実にもうそこにある大危機ですね。うん、そうですね。つまり最終的な安定人口が何人が適切かとかって話にすり替える人が多いんだけど、はい、毎年80万規模でこれから減ってくってね、はい、これその亡くなって孤独死していく人の処理をどうするのかっていうことも含めてですね、はいはいはい、もう大変な社会問題がこれから発生するのは確実です。それから過疎においても全く同様ですよね。つまりインフラが全く届かない場所の人をどうするのかとかですね、つまりもう直ちにこの少子化という現実をその政権がきちっと引き受けていくということと、それをどうストップするのかはやっぱり国民に問わなければいけない。つまり移民を入れるという、まあ、経産省が今密かにこう計画をしているんだと、日本人の人口が減る分を全部移民で賄うというような想定をしているグラフがあります。うんうん、とこうすると何しろもう2100年とかは、3分の2が外国人になっちゃう。3分の2が外国人になっちゃう。だから、うん、途方もないですよ。 でもこれ安倍総理は実際はこういうことに対しては反対なんですと、非常に。そうですよね。で、反対なんだけども、その少子化をどう誰にやらせるかということで、託しても託してもなかなかうまくいく人がいないというのが正直言って私が見ている実情です。あ、そうすると例えば次の総理大臣とかはですね、レクチャーを受けたら私はもう移民に舵を切ると思う、なし崩しに。で、国民がどんどんあんまり気がつかないうちにそういう政策が取られて、事実上日本人の根血はものすごい勢いで進むと思うんですね。だから国民に早く知らせて、きちっとした人口政策を国民が選ばないと。だって今、まあ、なんかそういう議論すると子供を増やせ、女性差別は、もう議論、全部一緒ですよ、消費税だって、議論する前に袋叩き、そうですね、もう消費家だって、女性の権利はどうなるんだと、梅を増やせよなんて、昔の考え方が違う。この間のね、参議院選挙の時にね、はい、その枝野さんがね、面白い演説やってましてね、はい、で、その今、放っておいたって少子化で人口が減ってるんですと。はい、で、そういうふうな時に多様な生き方を認めないというようなことではどうなるんでしょうかと、はい、例えば同性婚とかとで、その、ね、同性婚に賛成かどうかともかく同性婚を認めたら人口が増えるっていうのがこれはすごい論理だなとで、まあね、でしかもね、だいたいね、立憲民主党なんですよね、その多様化とか何性とか言ってね、ちょっとこう写真でも出していただきたいと面白いんだけど、立憲民主党の女性候補たちってね、他の党に比べて若い美人揃いだったんですよ。そうですね。で、きっとね、なんか偏差値大変高かったんですよ。うん、生き方は多様なんですよ、その辺な。言ってることはね。うん、でところが、うん、
何か若い美人でないと候補者になれないっていうね候補者の揃え方は全然多様性がないんですよね。それなので、ね、本当にねやっぱり目標をきちんとして、うん、その例えば、まあ、現実的な目標は私は分かりやすく言うと、はい、大体出生率をね 1.78 ぐらいには持っていけると思ってるんですよ。なるほど。 1.8 は可能だと思います。っていうのはね、例えば九州は 1.6 なんですよ。あ、91.6 で、それで、その東京は 1.1 なんですよ。そうですね、はい。でまあ、だから、ね、まあ、例えばね、地方分散をある程度したら絶対子ども増えるんですよ。でこれだけでね 1.7 とか8ぐらいまでいけると、はいはい、でそれと人口維持のために必要なのが 2.1 ですよね、はいはい、この隙間はねやっぱり外国人だと思うんですね、うんうんうん、でそれでしかもその外国人っていうのはね、うんうん、まあ、その日本に役に立つ人を中心にどうするかって、日本の国を愛してくれる人であると思いますね。愛してくれて、はい、まあまあ、だからまた愛してくれて、っていうのもあるし、それから役に立つで、はい、役に立つっていうのは何にもね、うん、その技術高等技術者とかそんなんだけじゃなしに、はい、例えば私はフィリピン人の、ね、女性なんていうのもちょっと入ってもらったらいいと思うのは、はい、その介護とかね、はい、まあ、そういうふうなところでフィリピンの人ってものすごく定評があるし、うん、ありますね、英語もできるんでね、はいはい、でフィリピンの人たちもね中東行ったりね香港行っていじめられるよりも日本に従ってんだから、うん、ね、計画的に言えばいい。それはね実はね、考えとかって今東京の大学でも中国の人ばっかりじゃダメだって言ってね、できるいろんな多様化をしようとかしてるんだけど、それはだから例えば大学でもそういうことを考えてるわけ、うんうん、ところが国レベルでね、どこの国からどのぐらいどういう人をね入れるっていうことはねもう考えないのかと、これおかしいですよ、うん、その通りですね。根本的にね、その例えば保守主義は、はい、設計主義を否定するとかって、はい、言うんです、言いますよ ね、はい、でそれ分かりますよと、うんうん、でそれはその要するに理性の盲信はいけないという意味ですね。そうですね、理性で全部はコントロールできないと、うん、じゃあ設計しないんですかと、うん、そうなんです、ありえないでしょですね。じゃあ政治ないじゃないですか、政治の役割ないんで、いやみんながレッツェフェルやればいいって話、ね、見えざる神の手で全部やってもらえばいいという話になるわけでしょ、うん、で今ね結局中国と日本の問題は、うん、こう非常に厳しいことを我々に突きつけている。つまりたまに岩田さんとはこういう話するんですが、はい、つまり自由と民主は本当に有効なのかって話ですね。つまり自由と民主が勝ったと、30年前はね、はい、フランシス福山はそう言った、はい、世界中の欧米の知識人はみんなそう言った、歴史が終わったと言ったんですね。ところが実際にはその後一人勝ちをした、あるいは勝ったのは中国のみならず、そうね、その開発独裁の国、ね、それ緩やかなね、結果を見るとそうですね、うん、そう、非開発独裁の北朝鮮みたいなのさえ生き残っちゃったわけですけどもというそういう問題をね、うん、考えたときに我々がやはり国民を幸せにするためには設計主義を取り入れる、うん、そして国民みんなに納得の上でね、うん、ある方向に向かって頑張るってことをしない限りね、これは持たないですよ。私はいずねずね言ってるんですが、うん、日本は物語を失ってるんじゃないかと、うん、やっぱりこの国の新しいストーリー作んないと国民も動きようがないじゃないか、うん、まあ、だからともかくそのな得意なことをやるよりは、まあ、子供がたくさん生まれて、その経済が発展するという、はい、それだけでもいいんですけどね、はいはいはい、でだから今中国でね、だから中国の人にね、習近平が何が困るかといったら、胡錦涛までは将来は民主主義国になるっていうことを否定してなかったんですね。だから習近平になって否定し始めたと、で、ね、で困ったのはけしからんじゃないかというものの、中国人はあんまりそこを文句言ってなくて、そうですね、民主化したいかって言ったら、まあその方がいいような気はいいとは思うんだけど、でも現実の民主主義国見てると羨ましいと思わないですよと。それなんだよ、ね、だからね、だとそのそれはさ、同じ期間に 33.6 倍にね、
経済をしてくれた政府とね、1.6 倍以上してくれた政府とどっちが良かったかっていうとね、はっきりしてるわけだし、でじゃあ八幡さん、あの朝日新聞みたいな国の発展のためにね、なら必死になって足を引っ張る新聞があった方がいいとあなた言えますかと言われるとね、もうそこでこうして答えられないじゃないですか。習近平政権に対してやっぱり中国の大半の方は安全な国にしてくれたと、なんか監視型社会っていうのは決してそうじゃない、安全になって犯罪も減ったと、うん、だから一応あの貧民って言ったじゃないですか、一応底上げして豊かになったと、うん、十分実績上げてるじゃないですか。いやそれはね、特に、ね、習近平政権はで農村部の生活はものすごく良くなってます。そうみたいですね、まあ、ものすごいばらまきやってますから、はい、で、まあ、そのばらまきが、あの高度低成長期の日本と同じで、はい、まあ、経済全体が堅調なんで、ばらまきをやったばらまき投資をやっても結果的にばらまきでなくなってるんですね。そうですね。でところが問題は何かというと、うん、そこの過程でついにトランプの、はい、トラノを踏んでしまったから、踏んでしまったことです、ね、だからその、うん、ばらまきをやっても採算がいずれ合うという、うん、まあ、だからあの日本でもね、はい、あそう下神戸さんっていうあの昔の国土地方次官が、はいはい、まあ、言ってたのは、はい、もう政治家にやられて、道も何もこんなたくさん使って将来大丈夫かなと思ってやったら結果往来の連続だったと言ってたことがあるんですね。でだから日本の高級事業をもっとどんどんやれっていう人はその時のことと原体験が忘れられないんですよ。だからうまくいくはずないんだけど、で、その中国は今までそれだったんですね。でだからまああの虎のなんだから中国習近平さんは将来はちゃんと自由化しますからと、うん、でそっちの方向へ向きますからと言えばね、ここ苦境を脱せられるのに、なんか意地張ってるんですけどね。アメリカはレジームチェンジになるまでやり続けるいや、だからそれはもうそれでいいんですよ。だから逆に言うと、うん、あの日本にとっても中国経済の減速は辛いけれども、うん、長い目で見て中国にレジームチェンジを、うん、させる覚悟をね諦めてはね、うん、将来食い残しと私は思いますね。うんうんうん、あの八幡先生が書かれた、はいはい、データ国家の謎っていうのはどんなことなんでしょうか。これはですね、はい、あの今の世界を、はい、その知るためには、はい、これまでどういう今に世界に一言で言うと200国あるんです、はい、あの国連加盟国でないのも含めて、はい、台湾とかも含めてね、はい、でそこへ至るまでの過程っていうのをちゃんと、はい、もう一回勉強してみましょうと、はい、第一次世界大戦の後はこうだったんだとか、はい、というところですから消えた国っていうことに焦点を合わせて過去を振り返ろうと、こういう過去を振り返って日本にとってはどんなメッセージが、うんうん、まああのいやまあ、これはそのの外交戦略とかを組み立てていく上で、はい、例えば中国に対して、はい、ウイグルの問題とかなんとかもどこまで何を言えるかっていうのを、はい、きちんとそれは過去の事実を知らないと、はい、えがいなことを言って笑われるだけですよと、あのやっぱり過去の事実を我々はちゃんと踏まえた上で、だから例えばねチベットとかね、はい、チベット とかウイグルをその中国は侵略したとね、はい、まあ、保守系の人なんかよく言うんだけども、それは嘘ですよ、まあ、要するにあの18世紀の建立帝という、はい、満州人の皇帝が侵略したのは事実だけど、はい、その今の中国が侵略した事実も何もないし、実はそうですね、その辺ちゃんと知らずにむちゃくちゃ言ったってダメなんでね、はい、でそこは正しい知識を持って、はい、で中国に対して、はい、やるそうおっしゃるけど民主化しないとやっぱり、はい、我々だって苦しいけど民主化をしてたんだからと、でそれで世界認められたと、だけど日本経済はどうなってるんですかって言われると辛いから、うん、やっぱり日本経済自身をちゃんとしない限りは、そうですね、何言ったって中国に対しても説得力がないと、こういうことだと思いますけどね。最近は韓国からも馬鹿にされてますけどね。まあ、あれはまあね。でもね、あの全然あれなんですけどね、ムンジェインさんっていうのは素晴らしい大統領だと
ですね。いや日本にとって、日本にとって、はいはい、っていうのはね、ものすごく困った大統領はイ・ミョンバクさんだったんですよ。まあ、どうなんでかっていうとね、徹底的に新自由主義的な経済政策やってくれてね、はい、法人税もね、この所得税もどんどん減額してね、はい、それからね、二重国籍も認めてね、はい、ただし二重国籍は日本みたいに、はい、ね、あの困った人を認めるに対して認めるんじゃなしに、あの要するに役に立つ人には認めると、うん、でだからあのマッチャンという人いるんですけど、二重国籍を認めるというのは基本的には、新自由主義的政策、つまり公正ではないけれども、うん、その経済有利だから優遇するという政策が多いんですけどね、はいはいはい、それもやったんですね、はいはい、でその結果ね、日本はその韓国が韓国の産業のね、その競争力が非常に高まるし、それからその日本も法人税高くしとくとか、所得税高くしとくとか逃げられるしというひどい目にあったわけですよ、はいはい、でところがムン・ジェインさんがね、企業をどんどんいじめてくれてるしね、はいはいはい、でそれから法人税も高くするしね、でいろいろ やってくれるもんだから、でおまけにむちゃくちゃな、その最低賃金もね、むちゃくちゃな上げ方したりね、やってくれてんでね、はいはい、もうね、安倍さんはとっても助かってるのが、要するに、国民にね、そういうふうにしたら、立憲民主党の言う通りやったら、日本がどうなるかっていうのを全部実験して見せてくれてるわけですよ。軍事に感謝した方がいいんですか。そうそうそう感謝状を送ろう、うん、感謝状を送ろう。いやだからね、ムン・ジェイン、韓国に対してね、輸出規制にしてもね、あんなやったらこれまでだったらえらい怒られてましたけどね、うん、国民のほとんどが支持するっていうのは、ムン・ジェインさんいてこそですよね、うん、なるほど。だからあれほど素晴らしいね、反面教師っていないですよ。なるほど。どうも今回はいろんな議論いたしましたけども、はい、どうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい。